はい、今日も始まりました教養のための音楽アカデミア、ナビゲーターのひさしです。さあ今日はですね、作曲家列伝ということで誰を紹介するかと言いますと、タイトルの通りドボルザークですね。アントニー・ドボルザークという人ね、まあもちろん超有名な人なんで知ってる方は多いと思うんですけど、この人についてもっと深掘っていこうというね、そういう回でございます。じゃあ早速ですね、ドボルザークの特徴っていうのをまあいくつか言っていこうと思うんですけど、まあドボルザークざっくりどんな人なのかっていうところですよ。どういう個性があるのかっていう、まあそういう部分を言っていきたいと思います。まずね、出身地ですかね、チェコの人ですね。チェコっていうのは、まあスメタナとドボルザーク、まあクラシックで言われるチェコ人、チェコの人っていうのはもうこの二人がもう二大巨頭みたいな感じだと思うんですけど、まあチェコはね、そうですよね、ドイツとか、まあオーストリアとか、まあクラシックの聖地みたいなところじゃない、ちょっと片田舎みたいな、まあそういうところなんですよね。まあこういうそのチェコの、なんだろう、民族的な部分っていうのはドボルザークの作風の一つの大きな特徴になってくるので、まあチェコっていうのが一つ特徴ですよね。で、あと特徴といえばですね、メロディーメーカーっていうね、そういう部分が言えるんじゃないでしょうか。ドボルザークって非常にね、メロディーがすごいキャッチなんですよね。すごいそういうメロディーを作るのは得意で、まあそういう理由で、まあちょっと前にやったチャイコフスキーみたいな感じですかね。初心者の人にもかなりおすすめできる。僕は、まず最初におすすめするとしたら、ドボルザークかチャイコフスキーっていう風に、僕だったら言いますね。そんぐらい結構キャッチーで聞きやすいっていうね。まあ現代の感覚からも非常に馴染みやすいかなっていう。まあそういう特徴がありますと。まああとはちょっと余談的な話で言うと、鉄道オタクっていうね。あ、これちょっと有名ですよね。ドボルザークめちゃくちゃ鉄道が好きだったっていうね、話があります。で、音楽的なところの特徴で言うと、これはね、ちょっと僕の主観的な感覚ではあるんですけど、ドボルザークっていう人は非常に僕バランスがいい人だと思ってるんですよね。例えばチャイコフスキーみたいにすごいその情緒に重きをめちゃくちゃベッドしているっていうの、なんていうの、重きをめちゃくちゃ置いている、なんだろう、その能力値で言うとなんかレーダーチャートみたいになるじゃないですか。そのピューンって飛び出てるのが例えばチャイコフスキーだったりとか、あとブラームスは逆に情緒というよりもその構築性とかね、そういう部分にすごいそのレーダーチャートもさ、こういうやつがビヨーンって伸びてる感じなんですよね。じゃあドボルザークはどうかっていうと、このレーダーチャートにね、その能力値をまあいろいろするとしたらね、かなりそのバランスのいいその五角形になりそうな、まあそんな感じなんですよ。これについてはあと、詳しく説明ちょっとするんですけど、例えばだからサッカーでいうところのミッドフィルダーみたいなね、攻撃も防御もね、結構その柔軟に幅広くできちゃうみたいな、結構そういうタイプの人なんですよね。で、やっぱりその例えばね、ゲームとかでもさ、初心者の人ってあんまりその癖のあるやつ使わない方がいいじゃないですか。そのなんかバランスが取れてて使いやすいキャラを使った方がさ、格ゲーとかでもさ、スマブラとかね、そっちの方がいいじゃないですか。うん、なんかそんな感じだと思います。だから初心者の人にもドボルザークをおすすめできる理由としては、やっぱりバランスがいいっていうのがね、まああるんじゃないかなと。まあちょっと主観も含まれますけど、僕は結構そう思ってます。まあドボルザークね、大体こういう感じの人です。まあ詳しい話はもっともっと後の方にね、まあしていくんですけど、じゃあ次は代表曲ですね。まあこれを押さえないとね、まあ音楽なんでね、やっていこうと思うんですけど、まあとりあえず代表曲でこれは押さえなきゃいけないっていうのはこの新世界よりでしょう。まあこれはもうめちゃくちゃ有名だし、もう聞けば絶対わかるじゃないですか。第2楽章とこちらの第4楽章ですね。もうここを聞いてわからない人おそらくいないだろうってぐらい有名な曲。これが新世界よりですね。交響曲第9番ですね。あと有名な曲で言うと、ユーモレスクとかね。これ非常に有名な曲ですね。あと他に言うと、スラブ舞曲ですね。スラブ舞曲の第2週の第2番のこの曲。これとかも非常に有名ですね。もっとね、別の曲でもね、実は面白い曲とかあるんですけど、それについてはまた後で紹介したいと思います。さあ、というわけでいつも通りですね、年表を使って、ちょっとドボルザークの人生から、まあ、どういうきっかけがあって音楽家を目指し、どういうその、なんだろう、出来事があって、こういう作風をね、生み出すことになったのかっていう、まあそういう部分とかも含めて、まあまるっとざっくりね、紹介していこうと思います。まずは誕生からですね、これ1841年に生まれますね。チャイコフスキーが1840年だったので、まあ1個、あと 1歳年下っていうところですね。まあこの人は非常に世代が近いと。で、まあこれ面白いのはね、生まれたのはね、音楽家一家とかじゃないんですよ。肉屋なんですよ。
お肉屋さん。じゃあどこで音楽と触れ合ったかっていうと、これはドボルザークのね、お父さんがね、結構楽器を好きな人で、バイオリンとか、ツイターっていう楽器あるんですよね。まあ、こういう楽器。ツイターとかをお父さんが弾いていたと。そんなに裕福な家庭ではなかったんだけど、まあ、お父さんがそういう音楽好きだったりとか、あとはその近所からね、教会の音とか、そういうのが聞こえてくるみたいな、結構音楽に囲まれた、割と賑やかなね、家庭環境にあったっていう感じらしいですね。ただ、あんまりその裕福な家庭ではなかったので、ドボルザークは長男として生まれたんですけど、長男、まあ、家業を継ぐ運命にあるじゃないですか。まあ、お父さんの方からしても、まあ、長男であるところのアントニー君、ドボルザーク、アントニー・ドボルザークには、まあ、家業を継いでもらいたいみたいな感じで、思っていた。そんな感じで生まれます。で、小学校に入学してからなんですけど、まあ、このタイミングでいろんな楽器のね、演奏とかをね、まあ、学校で教えてもらったりとかして、習得するという感じになっているんですけど、まあ、その中でもね、バイオリンの才能っていうのがあったらしいですね。あとはこの幼少期に、冒頭でも軽く触れたんですけど、鉄道オタクって話をしたじゃないですか。まあ、鉄道オタクになるからにはそろそろの理由があるわけで、まあ、この時期に鉄道が、ドボルザークの家の近所に敷かれたと。で、そこをきっかけにドボルザークの鉄道好きになっていくっていうね。まあ、子供の頃にね、そういうのを見てしまうとね、まあ、どうしてもありましたね。僕もね、プラレールとかやってましたね。でも大人になったら別にどうでもよくなってきましたけどね。まあ、それはどうでもいいですけど。と、まあ、こんな感じで、まあまあ音楽に触れつつも、まあおそらくそのね、肉屋を継ぐんだろうみたいな感じの幼少期だったんですけど、まあ本当にね、本格的に肉屋を継ぐっていう、まあもうちょっと成長したらそうなるわけじゃないですか。そうなった時のドボルザークはどうなったかっていうと、なんかね、肉屋になるための修行っていうのがあるらしいんですよね。なんかよくわかんないですけど、まあとにかく肉屋になるための修行に2年間行ってこいと。で、ズロニツェっていう町に、送り出されるんですよね。これが1854年のことですね。で、このね、肉屋の修行でね、結構面白い出会いがあったりするんですよね。まあ、人生って面白いなってね、偶然っていうのは面白いなって思うんですけど、まあ何かっていうと、肉屋として商売をね、そのボヘミアとかそういう地域するときに、ドイツ語っていうのが必須だったらしいんですよ。だから、その肉屋の修行の中にも、その語学学習、ドイツ語の学習っていうのが含まれていて、そのドイツ語の先生が、なんと音楽家でもあったんですよね。で、その人に楽器の演奏とか音楽理論とかをドボルザーク次に教えてもらってたみたいな。ほんで、もう2級の修行中にもかかわらず、まあこういう環境にあるもんだから、ドボルザークはもう音楽の方にどんどんのめり込んでいくんですよ。まあその結果ね、案の定その、なんだろう、その語学の、ドイツ語の方の勉強はめちゃくちゃおろそかになっていって、これはあかんと。で、親父が、やばいと思ったらしくて、ドボルザークまた別のところに、送り飛ばされるんですよ。送り飛ばされるんですけど、そこでも結局その周りに音楽家がたくさんいて、まあそもそもそういう地域なんですよね。そのボヘミアっていう地域が、めちゃくちゃその音楽とかをやる人が多い地域だから、もうどこに行っても音楽やってる人がいると。もうだから、ね、結局ね、その飛ばされた先でも音楽にのめり込んでいるっていうのは全然変わらずにその気になっていっちゃうんですよね。それこそその才能を認められだしたりとかもして、あと作曲とかにもどんどん手を出すようになって、どんどんね、なんか父親の思う枠とは別の方向にドボルザーク少年はね、進んでいくという感じになっております。で、このあたりでね、ドボルザーク最初バイオリンの才能を発揮していたっていう話をね、まあ、したと思うんですけど、ビオラにハマり始めるんですね。ビオラっていうのはね、まあ、オーケストラ詳しい人はもう結構馴染みあると思うんですけど、まあそうじゃない人のために、一応そのビオラの解説をね、せっかくなんでしようかと思います。ビオラってまあこういう楽器なんですけど、まあ見た目ほぼバイオリンと同じなんですよね。だけど、ちょいでかいんですよ。で、ちょいでかい分、音もちょい低いんですよ。だから、オーケストラの弦楽器セクションっていうのは、バイオリンとビオラとチェロとコントラバスっていう感じで、まあ4種類あるんですけど、まあ上から2番目の高さのやつですね。それがビオラですね。で、このビオラという楽器はですね、バイオリンってめっちゃ華やかなイメージあるじゃないですか。で、コントラバスってもう一番下の低音で、どっしりとしたね。まあそういう役割があるよと。で、チェロはチェロで、非常にその低音が豊かで、なんかちょっと渋い感じですよね。まあとにかくその、ちょっと低音のなんか大人の男性の渋さみたいな、そういうところが、あると思うんですけど、ビオラって、すごいその、なんだろう、中途半端なポジションにいるというか、割とその、まあ言っちゃ悪いんですが影が薄いんですよね。だから、
あのビオラジョークっていうのが結構たくさんあって、ビオラのそういう感じをすごいあの皮肉ったりとか揶揄したりとかして、まあそういうジョークがあるんですけど、例えばバイオリンを盗まれなくする方法はみたいなね、まあ有名なビオラジョークの一つに、そういうのがあって、バイオリンを盗まれなくする方法はって言った時に、ビオラのケースに入れておくっていうねのがあるらしいですね。あ、誰も取んねえよっていうね、そういう意味合いですよね。で、こういうのが一つや二つじゃないんですよ。本当にめちゃくちゃあるんですよ。これね、ビオラジョークで調べてみるとたくさん出てきます。で、まあビオラ奏者が自虐的に自分から言う時もあるし、他のオケの人たちが、まあ、ビオラのことちょっといじったりとかするときに、まあ、使ったりするんですけど、まあ、これはね、まあ、面白いっちゃ面白いですよ。うん。ただ、まあ、ビオラはね、重要な楽器なんで、まあ、ドボルザークがハマったほどですからね。ちょっと別件になるんですけど、ベートーベンもビオラをオケで弾いてた時期があるんで、そういう考えると、そんなにちょっと、ビオラはちょっと馬鹿にできないなと、いう感じはあります。何にせよね、まあ、ビオラにこの時期ハマりますと。で、まあ、ここまでその音楽に息子をのめり込んでしまったもんだから、もうさすがにそのパパドボルザークね、パパザークですね。パパザークもね、ついにもう、しゃないと。息子が音楽に道に行くことは、まあ、認めようという感じで、まあ、パパザークもね、息子ザークの音楽への道に進むことを認めてくれたというわけですね。というわけで、16歳の時にね、プラハの音楽学校にね、入学することに決まりますと。これが1857年のことですね。で、学校なんで、やっぱりその古典的なね、音楽の知識、理論だったりとか、まあそういうものをしっかり、ドボルザーク学習すると同時に、学校外ではですね、まあなんて言うんだろうね、音楽クラブとか音楽サークルみたいな、まあそういう感じのね、ものがあったらしいんですけど、そういうところにね、出入りしたりすることによって、もう実際にね、その世の中で流行っている音楽だったりとか、世の中にある音楽っていうのを、まあそういうところで吸収していくわけですね。ちなみにここで、ハマったのが、前回紹介したワーグナーですね。ドボルザークは実はね、あんまり印象ないと思うんですけど、一時期ものすごくワーグナーにハマっていた時期があるんですね。まあこういうところからも実は最初に紹介したドボルザーク非常にバランスがいい人だよって言ったじゃないですか。そこの素養が作られているなっていう感じが、してますね。学校で正しい基礎的なね、理論とか知識を学ぶと同時に、その最先端のいわゆるその実際に流行っている音楽っていうのを、吸収する。この両方をね、もうこの青年期の頃から吸収する、そういう環境があったっていうのは、やっぱりそのね、まあわかんないですけど、後年のドボルザークにね、大きな影響を与えたんじゃないかなって僕は思ってますね。ただ、この学校を卒業した後のドボルザークなんですけど、経済的にはね、非常に苦しんだんですよね。だから、そのレッスンをしたりとか、まあ演奏の仕事をちょっとしたりとかで、まあなんとか食いつなぎながら作曲をね、自分でしていったと。で、作風的な意味で言うと、まあ要するにどういう曲を作っていたかっていうことですよね。この時期に作ってたのは、なんか室内楽だったりとか、その、よりその古典的な形式の曲っていうのに、そっちにね、結構力を、ガンガン入れていたっていう時期なんですよね。なんでそっちの方向に行ったのかなっていうのは、ちょっとね、僕わかんないんですけど、なんででしょうね。なんか知ってる人いたら教えてほしいんですけど、なんか性格が出てるなっていう感じがしますね。まあちょっとこれは完全に推測ですけど、なんだろう、ちゃんと基礎からやった方がいいなって思ったんでしょうかね。だって実際そのワーグナーとかにね、ハマってたわけなんで、なんだろう、もっとロマン主義的な若さと情熱に溢れた曲をね、書いてもいい時期じゃないですか。でもしっかりその基礎的なね、部分。まあ、だからそういう技術をちゃんと習得しようっていう、まあ非常にドボルザークね、堅実で真面目なタイプなんですよね、性格的にも。うん。だから、まあそういう部分が結構、ここでも出てるんじゃないかなっていう、まあ、これちょっと推測になっちゃうんですけど、まあそんな感じがします。まあ、あとはね、この時期はね、青年期ね、まだまだその若い盛んな時期なんで、まあ恋をしてるとかもあるんですけど、この話はちょっとね、後ほど、伏線としてね、回収しますんで、まあその後に回すとして、で、次の転機っていうのが1866年ですね。これ何があったかっていうと、ドボルザークが所属していたオーケストラがあったんですけど、そのオーケストラの指揮者として、ある人物が就任するんですよ。それが、スメタナ。ですね。もうこのスメタナって人ね、冒頭にも言ったチェコのね、二大巨頭っていうね、まあ感じなんですけど、まあスメタナはドボルザークのだいぶ先輩に当たるんですよね。で、このスメタナって人はね、どういう作品を作っていたかっていうと、その当時のドボルザーク、最初に言ったような、
よりその昔の古典的な伝統的なクラシックではなくて、あのよりそのなんだろう、今風っていうかね、あのロマン派、ザ・ロマン派みたいな感じの、いわゆる表題音楽って呼ばれるやつですね。こういうものをスメタナは得意としていたと。でも非常にスメタナその時点でかなり有名人だったので、まあ、ドボルザークはね、まあ、そういう大先輩にね直接その刺激を受けるわけなんですけど、そういう中でドボルザークの作風にもね徐々に変化がね訪れるようになってきますと。要は今までその室内楽だったりとか交響曲みたいないわゆる伝統的なクラシックに注力していたんだが、そのスメタナとの出会いとかがあってちょっとずつ変わってくるんですよね。例えばすごい分かりやすい例で言うと、この時期にドボルザークオペラを書き始めるんですよ。で実はこの時期ちょっとずつではあるんですけど、ドボルザークの名前が徐々にその知られていっている時期で、このオペラが一回上演するかみたいな話になったんですよ。もちろんそのドボルザークの所属しているオケの、まああれですね、スメタナが指揮をして、そのオペラを上演するかっていう話になったんですけど、なんかね、演奏不可能みたいな、ね、感じで言われてしまって、結局それはまあ実現することはなかったんですけど、もしこれ実現してたら、また変わってたかもしれないですよね。ドボルザークがオペラをね、その上演して、もしその認められていたら、もしかしたらオペラの人になったかもしれないですよね。まあそこまでいかなくてもドボルザークの作風っていうのが全然違うものになっていたっていう可能性は全然あるなっていうところでね。まあ結局まあでも事実はね、あの上演はされなかったというわけですよ。で次1873年ですね。この時にまた転機が訪れますと。でこれ何かっていうと、そのねドボルザークの曲の中に白山の後継者たちっていうのがあるんですね。これ全然有名じゃないし、正直これは僕も全然聞いたことないです。なんですけど、まあこの曲をきっかけにドボルザークはね、まあブレイクというか、まあ、世の中にね認められるっていう形になりますと。でもこの時ね、もう73年で41年生まれでしょ、もう30歳超えてるんですよね。ここでようやくまあなんだろう、目に見えるブレイクをしたというか、結構ね、だから苦労してるっちゃしてるんですよね。で、この白山の戦いっていうのは、まあ音楽が良かったっていうのもあるらしいんですけど、その素材ね、なんか白山の戦いっていう実際にチェコであった戦いを題材にして、で、それがそのチェコの国民に結構評価されて受け入れられたっていう感じらしいですね。一応その YouTube のリンクをね、貼っておくので、まあ、よかったらね、聞いてもらえるといいかなと思います。で、ここのブレイクをきっかけにもう一ついいことがありましてですね、これは同じ年です。73年同じ年にドボルザーク結婚します。おめでとうございます。で、このね、結婚相手がね、その、青年期の時に恋をしたよ。で、これ伏線だよ。みたいなね、ことを言ったと思うんですけど、あのね、その時に恋をした人じゃないんだけど、その、恋をした相手の妹と結婚するんですよ。で、この結婚自体が、相手の方はね、結構いいとこの娘さんだったんですよ。だから、結構親とかも厳しくて、まあ、ドボルザークってね、ちょっと前までは全然その無名のね、音楽家じゃないですか。だから結構渋られていたみたいなんですけど、まあ、この白山の後継者たちの、ブレイクをきっかけに、これは認められたというわけですね。やっぱね、それも大事なんですよね。てか今以上になんかそういうのが重要視されていたんでしょうね、この時代っていうのは。でこの白山の成功あたりから、ドボルザーク自分のスタイルをね結構確立していくんですけど、まあなんだかんだねやっぱり自分のもともと得意としていた古典的な方向に舵を切ると。まあその中でも先輩スメタナと同じようにチェコのね民族的な部分を表現、まあ白山とかも実際そうだったんですけど、まあそういう民族的な部分を表現するっていうその考え方っていうのは結構スメタナと似ているところはあるんですけど、そのアプローチは全然違ったんですよね。あくまでも古典的なところっていうのを非常に重視したドボルザークと、もうそうじゃないリストとかワーグナーとかそっちの路線のいわゆる表題音楽、何かテーマがあってっていう、まあそういう、まあどちらかというと先進的な音楽の方で才能を発揮したスメタナっていうね、非常に愛国心の強い、まあ二人なんですけど、アプローチはね、それぞれ違ったって、ここも面白いんですよね。まあこっからですね、一回ブレイクするとね、結構どんどんね、上り詰めていくことができるんじゃないかなっていう感じがするんですけど、奨学金の審査員の一人がブラームスだったんですよ。実はもうワンストーリーあるんですよね。これが、アメリカ編なんですよ。この新世界に関してはもうそこも吹っ飛ばすようなね、まあ、斬新さを持っていたと。